スーパー中枢港湾。スーパー中枢港湾とは、日本の国際拠点港湾、旧特定重要港湾の内特定国際コンテナ埠頭、次世代高規格コンテナターミナルの形成により、国際競争力の化を図ることが、特に重要なものとして政令により指定されている港湾。法令上の呼び名は、指定港湾。2011年3月31日。 以前の改正前の名称は、指定特定重要公案。国際戦略公案、国際拠点公湾、重要公案その他の重要公案、地方公安という公安法上の港各が公安施設整備における国費重当率の違いを規定するのに対し、スーパー中枢公安は国家的検知で見た日本のコンテナ公湾の重要度を示す国際戦略公案。 京浜港、阪神港の国際コンテナ戦略港湾、いわゆる国際ハブ港湾の海外年と位置づけられるが、岸壁、航路、防波堤などの基本施設整備における国費、重当率はあくまで特定重要港湾としてのそれである。細分化され、個別管理されているコンテナターミナルを民間事業者が一体的に運用することによって、国内主要港、 五大港の国際競争力を高めることが目的である。具体的には管理棟や自動化、IT 化された200機械を有する水深15メートル以上の大水深岸壁を含む連続3バース以上、総延長1000メートル以上、奥行き500メートル以上の規模からなる特定国際コンテナ不当、世代港規格コンテナターミナルを形成し、港湾コストを現状より3割、 軽減、ターミナル内リードタイムを、現状の3から4日から1日程度に短縮させる、ことを目標にしている。次世代高規格コンテナターミナルの認定運営者、メガターミナルオペレーターに対しては、対象ターミナルを構成する、国、地方公共団体の行政財産、岸壁及びターミナル用地などの貸付制や、認定運営者がガントリークレーンや、 高性能トランスファークレーンなどの2役機械を調達する際の無利子資金貸付制度が創設されている。上記のようにスーパー中枢港湾は港全体を対象とした概念ではなくあくまで主要港内に複数存在するコンテナターミナルのうちの一部を対象としている点に注意が必要。これは国土交通省が同政策の検討を開始した2002年当時 主要校の一部ターミナルで運営の大規模化、二役機械、システムの IT 化などを先導的、実験的に行うことで次世代校企画、コンテナターミルを育成し、その成果を他のターミナルに順次波及させることを狙いとしていたためである。しかし、2007年現在、スーパー中枢港湾の対象に選ばれた次世代校企画コンテナターミナルは2004年に 指定された国内5港5ターミナルのみであり、国内最大のコンテナポートである東京港では未だに対象ターミナルが存在しない。このことはスーパー中枢港湾関連の個別支援施策が注入されたターミナルが現在のところごく一部に留まっていることを意味する。特に日本の製造業、荷主と密接な関係のある日本戦車が利用する専用 不登校者ターミナルへの手こ入れはほぼ解無であり、このため、同政策の実効性について疑問視する声は、民間の物流関者を中心に根強い。現在のアジア主要港、シンガポール港や不山港が、規模の拡大、サービス向上、コスト低減を進める中、日本の国際コンテナ港湾が、国際物流の大動脈たるコンテナ船の、 基幹航路ネットワークから出る恐れが高まってきた。仮に基幹航路ネットワークから外れた場合、日本港湾は他国港湾を介した積み替え、トランシップによる二次輸送、フィーダー輸送の末端港と化し、リードタイムの増加、コストの上昇などにより、日本の産業競争力や輸入品における国民の生活水準が低下してしまう。そこで、 2002年5月7日に交通政策審議会、公安分科会の第1回物流産業部会でスーパー中枢公安構想の基本的考え方が初めて提示され、同年11月29日に同分科会において提案された答え、経済社会の変化に対応し、国際競争力の強化、産業の再生、循環型社会の構築などを通じてより、 良い暮らしを実現する公安政策のあり方でまとめられた。これを受けて2002年10月7日、国土交通省公安局、海事局が設置したスーパー中枢公安選定委員会の場で対象校を選ぶための作業に着手。二次にわたる選考を経て2004年5月6日の第5回委員会で下記三大湾、六校の指定を条件付きで適当とし、 事実上の内定を出した。同年7月23日には指定校の公安管理者に対し国土交通大臣がスーパー中枢公安指定所を交付。対象校内で次世代校企画コンテナターミナル育成に向けた取り組みが本格スタートした。対象校の選定作業と並行して進められていた支援制度創設、関連法整備についても2005年7月1日に 公安の活性化のための公安法等の一部を改正する法律の一部、スーパー中枢公安関係が行され、同年7月4日、公安法第2条の2第1項の規定に基づき国土交通大臣によって指定特定重要公安を指定。これにより、メガターミナルオペレーターに対する行政財産貸付、無利子資金貸付が可となった。 指定を受けたスーパー中枢港湾では、2007年度から2009年度にかけて上記の目標を達成することを目指している。指定にあたっては、各港からの要望合戦が熾烈化したため、国土交通省側が港湾間の連携を重視するという名目で、三大湾ごとに、域内の別個の港を便宜上同一港とみなし、結果として五大港すべてをピックアップした。 スーパー中枢港湾を指す、際の、京浜港、阪神港は、一般的に使用されている通称であり、法令上の港名とは別である。スーパー中枢港の上位概念である、ハイパー中枢港湾としての京浜港に川崎港が含まれるが、単なるスーパー中枢港湾としての京浜港には川崎港は含まれない。また、高速法、関税法上の 阪神港には、堺仙北港と甘ヶ崎に忍宮芦屋港が含まれるが、スーパー中枢港湾としての、阪神港には、堺仙北港と甘ヶ崎に忍宮芦屋港は含まれない。さらには、一続きの地域でなくとも、同一の湾内などといった近傍の港湾間、連携であれば、指定要件として、容認されたことから、博多港、北九州港、清水港、苫小牧港、 広島港の各港よりも外房コンテナ取り扱い個数が少ない四日市港が名古屋港とパートナーとなった。東京港の次世代港企画コンテナターミナルは未指定2007年9月現在。TEU は20フィートコンテナ1個の換算値。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。